オッケーオッケー、はめた。よし、いいぞ。HP 減った状態だったけど、突破できたわ。いや、壁にある1アップ、たまたま発見できたのが、ポイントだよな、マジで。エリア6クリア。ステージ7だ。いや、さすがに全体の半分はもう終わってるよな。終わってると信じたい。何パートやるんだっちゅう話になるよね。さすがにアクションゲームで20パート超えるってことはあんまりないだろうけど、いや言うてドンキーコングとかも20パート超えてたか。あれ40パートぐらいやってたよね。でここはなんかあるかなと思ったけど何もない。で槍を持ってる兵隊みたいなやついたよね、今下に。なになになに、右上から何か出てるのかよくわかんないけど、おお、本がガタガタ出てる。襲いかかってくんのかな。エビルマガジン的な、そんな感じで襲いかかってくんのかな。で、ここのダンジョンの BGM、比較的穏やかだよね。まあ、たまにはそういう穏やかなステージあってもいいのかもしれない。せわしなく、大冒険してたかな。うえ。あいつあれだな、なんか後ろからぶん殴られてることに対して何も反応なかったよね。もしかしたら痛覚とかは全く発達していないキャラなのかもしれん。でこれ飲みみたいなさ、亡霊何これ。一応ダメージは取ってるっぽいけど、まさか俺が想定してる斜め上の死に方をしてしまったな。いやまあ今もうエリア変わっちゃってるから、もうその辺はある程度あれだよな、寛容的に行った方がいいよね。いや待て、こいつは下からはめ殺しして、ここ言うてあれだろ、大したアイテムじゃないけど、なんかもう落下しちゃって欲に目がくらんだから、そのまま回収して。意外とタフなんだよな、この白いボウフラみたいなやつ。でさっきここにいたあの槍を持ったやつがログアウトしたっぽい。ウェイ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 。いや、タフだな、こいつ。で、このハンマーブロスは、下から叩くに限る。マリオと同じだよな。マリオと同じで、下からの攻撃に弱いって。ああ、ちょっと。いやいや、タフなんだよな、こいつ。で、この位置で倒すことによって、俺の安全が保証されると。保証されているけれども、肉が欲しいんだよな。肉ないのきついよな。だってあのブーメルコンがいなくなってる。いやー肉ねえな。これ何、骨のゴーストなのか。謎だよな、骨でゴーストって。で こいついかにもな感じするけど、なんでもなかった。うい。で遠距離武器も手に入れて、遠距離武器手に入れたのはありがたいな。使った入手したものをうまく活用していきたいところではあるんだけれども、はいはい。で下に降りてって、なんかライバーンみたいなやつ、上下の主張がやたら激しいよね。あーで斧の方が助かるか、ここは。あちょっと、今の大丈夫なのか。ちょっと目まぐるしい速度で今展開したけど、武器取って、今のところあれだな、うまいこと左右に足場があるから、落下しながらでもどうにかなるぜみたいな、そういう場所なんだろうな。うえ。いやしかしやっぱあれだな、中盤から終盤に差し掛かってくると敵もあれだよね、タフだよね。まあ、最低でも3回ぐらいぶん殴らないと倒せないような輩が出てきてるよね。あいいや、ちょうどチェーンキセルになってるから、うまいこと遠距離で倒して。正直肉以外の
あれ、いらないよな。待て待て、こっち側に誘導して。肉以外のアイテムは今のところ不要。で、こいつともこの位置で、うん、ギリギリ。ギリギリダメージを食らわず突破して、上、上。で、真下に立って上に3発。これだな。これが鉄則だ。この辺なんか肉かな、あー肉じゃないや。やっちゃった。やっぱその辺の感性の働き方が難しいよね、このゲーム。あと階段のところで敵と戦闘になった時のこの絶望感。完全にがんじがらめになってるぜ。で、問題の場所よ。さっきより時間はだいぶ早く来れてると思う。この攻撃当たんないのが消せぬ。で、あいつはフェードアウトさせて、斧を手に入れて、待て待て、下に。上。いや、どうせだったら肉が、肉欲しいんだけどな。上。こいつ下からこんな飛んでくるのかよ。いや、しかも倒せねえときと、待て待て。いや、無理だった。とりあえずさっきのところまで戻ってきたけど、位置がよろしくない。いや、でも、いいぞ。さっきよりは進展してるぞ。これ、どんだけ下に続くんだよ、ここ。あー、ダメか。オッケー。的が小さいから当てにくいんだよな、あのエビルマガジン。ほい。オッケー、ナイス肉。的が小さいからさ、そのトマホーク持ってるけど、活用ができてないっていう、この悲しき事態。で、的はでかいけど、あのドラゴンみたいなやつ、上下移動の主張が強すぎて攻撃を当てられないっていうこの悲しさ。はいはいはい、下に行って、ステージまだ7の位置で変わんないのかよ。これ何、右に行くのが正解っぽいよね。ちょっと危ねえ。はい、でギリこの位置で当たるな。俺にも当たってるんだけど。いやー、また肉欲しいな、これは。これも、こう、やっちまった。欲張った。あ、こっからか。あー、いや、こっからなのは全然あれだ、よかった。とりあえずこいつらを一回、始末して、これでもこっからやり直しになった時にあれだな、非常にやりにくいよね。 OKOK、 武器強化して、まだまだ残機3あるから、まあ落ち着いて いこう。時間がちょっと心配だけど。ほい。乗りたくなかったんだけどさ、今のブック。カロン倒して、あっぶな、今の絶対間に合わなかったと思った。あっぶねえ、一発で倒れないんだ。一発で倒れない時もあるから、オッケーオッケー。いや、ただ時間、こう、オッケー、いいぞいいぞ。今のタイミングがかなりよろしかった。で、タイミングもあんまり よくなかったけど、とりあえず移動できてる。で、回復も、回復というかハートも取って、あのムンクの叫びみたいなやつ、ムンクの叫びじゃないけど、ムンクの叫びみたいな横向いてるやつが襲いかかってくるのかなと思ったけど、まさかのコウモリ。それは想定外でしたと。おちょ、なに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 、俺今何ぶっ壊した。獣が、ロウソク、え、
おお、ジャンボ肉、やった。こういう隙間探してみるもんだな。で、ロウソクとかが今落ちてきてたから、その辺注意してった方がいいよね。あー、またお前かよ。オッケーオッケー。もうハンマーブラスもある程度対処方法分かってるから、これ見よがしに針があるな。何の針あれ。落ちてこねえのかよ。下にあれ。しかも今のトラップダメージ与えられなさそうなトラップだよね。おお、いっぱい出てきた。いっぱい出てきたし、ちょっとタフだったよ。一撃で倒せねえじゃねえかよ。オッケー。あ、なんだよ、これ取ればよかった。で、上にニョキニョキ登っていって、で、さらに上に、はい。あー、出てくるよな。こういう怪しい背景の星って大体あいつ出てくるよな。オッケー、倒して、遠距離から攻められるときは遠距離から行った方がよろしい。ちょっとさっき飛ばしてたのこれ、あれじゃん、神々のトライフォースか、あるいはちょっと当たりなんてなくねえか、こいつ。一応、頭に当たり判定ある。倒せたのか。今のはどっちだったのかも、もはや分かんない。で、ほい。んで、この置物は今みたいに死ぬから、はい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 。オッケーオッケー、肉。壁には何もないね。あのサソリみたいなやつ、まあ、メトロイドとかにも出てたと思うんだけどさ、まあ、とりあえず うまいこと倒せてからいいとして、これ何。おお、気持ちいい。これがどうせだったら肉だったらや、バンバン剤だったんだけどさ、こっちは何もない。いや、こいついかにもって感じするよね。まあ、早めに行くか。こう。オッケーオッケー。じゃないと今の多分一撃死だわ。はいはい、ぐちゃっとなるやつ。ぐちゃっとなるやつだけど、近づきさえしなければどうってことないよね。当たらなければどうということはない。そういう格言があるのと同じだよ。はいはい。うぅ。いや、ちょっと待って。危な。危な。はい、うまいこと巻いて。ここは、いや、もう時間があんまりないんだから、ちょっと巻いた方がいいかもしんない。オッケーオッケー、倒して、巻いた方がいいかもしんないけど、なるべく、ゆっくり確実に行きたい。急いだ方がいいんだろうけど。おお、ボス戦だ。この鎧みたいなやつと戦うのかな。だよね。なんかそんななりしてるよね。はいはいはい。いや、家ってそんな強くねえぞ、こいつ。なんか今までのやつと比べれば、だいぶ戦いやすい気がする。うわ、お前そういう攻撃すんの。ちょ、やべやべ、近づきすぎ。あんた、やめなさい。おお、砕いた砕いた。剣出してきた。剣出してきたよ、この子。いや、もうゴリ押せ。よし。あ、やった。ここでもうクリアなんだ、このステージ。いや、久しぶりじゃない、ボス。初見で、一発で。いや、回避のしやすさがあったから、突破できたものの、はいはい、どうなんだ、どうなんだ、ちょちょちょ、落ちていいのね。負けイベ的なやつかなと思ったけど、大丈夫だった。ステージ8。